皆さんこんばんは。ぼーっと見せちゃいます2 MC の佐野恵美です。さあいよいよ明日から G1 開設71周年記念月王座決定戦が開幕となります。今日はマンスリーボートレース土屋編集長、そして浅田昇さんにお話たっぷりと伺っていきます。どうぞお楽しみに。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけでポイントはさまざまな景品に交換することができます。ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。さあそれではお二人にお話伺っていきたいと思います。まずはマンスリーボートレース土屋編集長です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしておなじみ浅香のボールさんです。浅香さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあお二方、いよいよ明日から開幕となりますね、月王座決定戦71周年記念、楽しみですね。浅香さん。そうですね、まあ寿司としては年に一度のお祭りですから、はい、うん、これは気合いの入ったお祭りですからね、はいはい、まあ楽しみだと思いますね。そうですね、はい、土屋さん、前回もですね、放送の時には少しお話伺ったんですけれども、いよいよとなりました。そうですね、もうかなり豪華メンバー集まってますんで、ダブルドリーム、はい、ぜひ皆さんで楽しんでいただけたらなと思ってます。そうですね、この今節のお話は後ほどたっぷり伺っていきたいと思います。まずはですね、現時点でのモーターベスト5を挙げていただいていますので、浅香さんに伺っていきます。お願いします。さあ5機上がっていますが、番号の若い順に上からなっていますね。44号機から伺っていきます。こちらが柳生泰治選手が手にしました。そうですね、はい、まあ一応バランス型という簡単に言えばそういうところですよね、まあ、特段ね何がいいとかいうところはないんですけども、はい、はい、総合力的にはもう十分上位クラスありますね。なるほど、はい、バランスが取れているということで伸びで20丸がついています。続いて57号機こちらは新田康明選手が手にしました。そうですね、こちらはここもねまずまずなんですけども、ここはちょっとね、行き足の良さが目につきますよね。まあ伸びもあるっていうところで、まあここも上位クラス十分ですよね。はい、はい、行き足と伸びに二重丸がついています。続いてです、65期、こちらは篠崎元志選手が手にしたんですが、これはね、現時点でのエース機です、はい、もうこれは全てが二重丸つきます。はい、はい、もうこれは誰もが欲しいところですから、はい、もうこれやりましたね。まあ一応篠崎選手もね、一応三重県と縁がないわけじゃないので、はい、まあ今節は兄弟2人出てますけども、こちらどっちですかね、お兄さん、お兄さんです、お兄さんですか、はい、まあ兄貴の面目が多数じゃないかなと思いますよ。なるほど、65期ですね、はい、これまで4回輸出記録がありまして、直近が3連続輸出中という、そんなモーターです。続いて66号機、こちらは遠藤恵美選手が手にしました。やりましたね、はい、これはね、もうなんていうかダークホースというより、はい、ちょっと優勝候補にね名乗り出るんじゃないかなと思いますよね、まあ女性が乗ったら、まあ3割は威力出ますからね、はい、これは面白いですね、コンセプトは。なるほど、はい、66号機、こちらも全てに二重丸がついています。そして最後に伺っていくのが72号機、こちらが地元松井光也選手が手にしました。やりましたね、はい、これでね松井君ね、ボートもいいから、これは楽しみ。そうなんですよね、ボートがね、直近ではよく浅香さんからお話が伺っている41番ということで、ちょっと楽しみになっていきそうです。ということで以上、ツノモーターの情報をお伝えしました。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけでポイントはさまざまな景品に交換することができます。ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。それでは今節のお話じっくりと伺っていきたいと思いますが、土屋さん、今節こう注目になっていきそうというのはどのメンバーでしょうか。やはりここはもうまずは地元の初日ドリーム1号艇井口選手ですね、はい、はい、井口選手は周年の方、まあ、過去3回優勝してるんですけど、はい、まあ、前回の放送でも言わせていただいたんですけど、2013年以来優勝してないんで、ね、そうなんですよね、久しぶりに優勝を期待したいなと思います、はい、はい、そうですね、浅香さん、はい、井口選手やっぱり期待がかかります、うん、期待かかるんですけど、ちょっとねもう少しいいのが引いてくれればなという感じはありますよね。ちょっと、はい、まあ、このエンジンでというところはありますね。うん、なるほど、
またね、明日12レースドリーム戦ということですので、展望についてはまたじっくり伺っていきたいと思うんですけれども、その他の選手注目となっていくのはいかがですか？そうですね、やはり、まあ、今度は2日目のドリーム1号艇、はい、ツッコンドリームですね、の方、はい、峰竜太選手、はい、やはり峰選手残り24乗制覇、まあ、つとかもごりですんで、はい、ここ勝って、まあ、リーチかかってきますんで、まあ、その辺本人も意識されてるんじゃないかなと思いますね。そうですね、浅香さん、峰選手はね2日目のドリーム1号艇ですけれども、うん、あのね引いたエンジンはね、はい、まあ、実績的にこう目立つような感じはないんですけども、実質結構いいレース足してると思いますから、もう峰選手だったらもう全然大丈夫だと思いますね。なるほど、全然期待してもいいと思いますよ、はい、それぐらいの感触のエンジンだと思いますね。はい、2日目は12レースドリーム戦1号艇で登場となっていきます。土屋さん、その他は？はい、やはり津の G1 といえば、大阪支部松井茂選手、はい、まあ、津の、周年の方過去6回優勝上がってます。はい、この印象は強いんじゃないですか？そうですね、まあ、松井選手今節ねちょっと結構いいエンジン引きました。うん、だからね、はい、それは V7 に向かっていけるんじゃないかなと思います。ただねちょっと1本持ったので、そこのとこスタートがどこまで行ききれるかだけどね、勝負になったらエンジンが動いてたらもう勝手にスタートも行きますから、ここは松井選手ね、今節はちょっと期待したいですね、はい、なるほど。61号機を手にしていますが、2日目はねドリーム戦で登場となっていきます。 そうですね、はい、その他女子メンバーもいるんですけれども、そのあたりはいかがでしょう？そうですね、やはり地元の高田選手、はい、まあ、昨年大会も、まくり含めて2勝上がってますんで、はい、まあ、今年それ以上のちょっと結果期待したいなと思います。そうですね、浅香さん、高田選手、うん、最近走ったんですけども、はい、これね実績あまりないエンジンだったんですけども、まあ、悪くないエンジンだったんですけども、もう伸びとか、もうひかるちゃんが得意とするところですよね、はい、もう前傾からペラいじくって、もうそのまま前傾から展示タイムバーンと出しますから、はい、まあ、これ徐々に仕上げていけば十分ね、その伸びでね、はい、うん、だけど他みんなスタート来るから、はい、まあ 1% はまあそこがちょっと違うので、どこまでやれるかなという楽しみはありますね。そうですね、はい、一つずつのレースがまた期待かかりますけれども ね、はい、はい、その他の選手で気になる方いらっしゃいますか？そうですね、やはりここ来る、直前のやっぱ大村の G1 で優勝している宇津島選手、はい、まあ、今年に限って言えば玉川の周年含めて G1 2回優勝してますので、はい、まあ、ドリーム戦から出場でちょっと気になる選手かなと思います。リズムには乗っていますが、いかがでしょう、浅香さん？そうですね、はい、なぜね引いたエンジンが今節52台のうちでワースト、はい、これはだから武須島選手ね、今調子乗ってきたのにね、はい、ちょっと厳しいかなっていうところありますね、はい、ただね注目して見ていきたいと思います。さあ、それでは続いて注目選手のインタビューをご覧いただきましょう。樋口義則選手に話伺います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、地元の周年記念ということになりますが、現状まずは手にしたモーターなんですけれども、今日の前傾の様子はいかがでしたか？数字はないんですけど、しっかり動いてると思ってます。もうどういった形でいこうというような考えはもうつかめていますか？そうですね、プロペラーもなんか理想と近かったので、まあ少しずつ調整していきたいと思いますけど、はい、明日ドリーム戦は1号艇で登場になるんですけれども、意気込みなど聞かせていただけますか？しっかりと自分の仕事をして、勝ち切りたいと思います、はい、それでは最後にもう一言、ファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、優勝意識して思い切っていきます。よろしくお願いします。篠崎元選手に話伺います。よろしくお願いします。はい、お願いします。手にされたモーター65機が浅香昇さんからもいいモーターだというふうに上がっているんですけれども、はい、感触とした前傾の様子いかがでしたか？まあ、ちょっとセッティングもチルトも跳ねてあったので、そのまま行ったんですけど、まあ、ちょっとスタートがちょっとやりづらくて、ちょっと自分の好みの感じじゃなかったです。まずは、どういった点をこの求めて明日からは調整というのは考えていきますか？まあ、もういいエンジンって聞いてるんで、まあ、それを信じてしっかり自分の調整をしたいと思います。はい、この津の水面というのは印象はいかがでしょうか？はい、もう津も三重県大好きです。はい。はい、さあ、2日目はドリーム戦でも登場となります、ファンの皆様に向けてメッセージをお願いします。はい、一節間いいレース見せるように精一杯頑張ります。
遠藤恵美選手にお話伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今節手にしたモーター66号機なんですけれども、評判機として上がっていますが、はい、今日全権の印象としてはまずどんな風な雰囲気でしたか？そうですね、足合わせした時は本当に伸びが良くて、はい、すごい感じがいいです。その伸び以外の部分だったり、こうバランスなどはいかがでしたか？そうですね、回り足とかそんな出足とか変わらないんですけど、行き足と伸びが良かったですね。今日のハンデの比較などはいかがでしたか？ハンデはちょっとスタートになると少しお腰が重くなったり、ちょっと難しかったですね、スタートが。調整の方向性などは見えたでしょうか？とりあえず調整は、まあ、このまま一走してみようかなっていうぐらい足は良かったので、はい、この角水面というのは印象いかがですか？そうですね、4年以上走ってないのであんまりこう印象ないんですけど、まあ、でも輸出もできてる水面なので、はい、しっかり走りたいです。はいはい、それでは最後にファンの皆様に向けてのメッセージをお願いします。はい、いいレースできるよう全力で頑張ります。高田ひかる選手に話伺います。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずは今日全権の印象としてはいかがでしたか？前回イツに来た時の形にペラを叩いてみて、感じは悪くないかなと思いました。はい、高田選手というとファンの皆さん、こう伸びの部分気になるんですけれども、はい、その伸びについては今日の感じはいかがでしょうか？今日の班の中では悪くなかったかなと思います。うん、この後のこう調整方向性などはもう定めがついておりますか？1走目行くまでに時間があるので、しっかりゆっくり丁寧に本体の整備をしたいなと思ってます。はい、それではファンの皆様に向けてメッセージをお願いします。はい、今節も一生懸命走ります。最後まで諦めないレースするので見ていてください。選手のインタビューご覧いただきました。では展望に入ってまいりたいと思います。最終12レース、ツッキードリームのメンバーです。1号艇井口義則、2号艇宇龍正義、3号艇桐生純平、4号艇今垣幸太郎、5号艇原田幸也、6号艇平本雅之、ご覧の6選手によって争われます。さあ、まずはこのメンバー、印象としてはいかがですか、坂さん？そうですね、スタート校舎が多いですよね。うん、それで伸び型のエンジン引いてるので、ええ、ちょっとここは面白い展開が待っとるかもわからないですね。はい、はい、それではスタート進入、から伺っていきたいと思いますが、もう進入はもうね、前付けする人いないので、はい、枠番通りでいきます。はい、はい、もうスリット的にはね、はい、やっぱりね、5と6この2人もスタート早いので、はい、伸び型エンジン2人とも、だから行く分ちょっと鼻切るかわからないですけども、うん、宇宙も遅くないので、うん、もう十分そんなに差はないと思いますから、はいはい、では1マークですね、展開いかがですか？もうここはもう井口選手、もう一気にもうね、走り慣れたインコース、はい、もうこれは2のインコースだったらもうバッチリいてくれると思いますよ。それでね、エンジン的にも勝率ほど悪くないので、はい、結構ねこのエンジン、リサーチいいと思いますから、うん、伸びは幾分その特段いいとは限らないですけども、はい、回り足いいので、井口選手だったらもうインからだったらもうしっかりインとったらスタート遅れませんから、はい、もういてくれると思いますよ。はい、それからね、面白いのはやっぱり2番の宇龍選手、はい、宇龍選手ね、2コースからねあんまり勝率ないんですけども、だけど今節はエンジンがいい、はい、うん、この宇龍選手のやっぱり2コース、ここはねエンジンがいいので、井口選手がセンターアウトデーからのスタートにちょっとこう抵抗するようなところを見せれば、はい、ひょっとして入られる可能性もあるかもわからないですね。それぐらいね、宇龍選手のエンジンはいいと思いますよ、はい、この中ではね、はい、ただ1本持ってるので、まあ、そこまでね、井口選手の1マークで前へ行ってからこう ゆとりのあるサッシはできないと思いますけども、まあ、だけどエンジン的にはいいと思います。はい、それからね、3番の桐生選手、桐生選手ね、ちょっとこの中ではエンジン苦戦、数字のね苦戦ですよね。なんですか、だからもうここもね、もうここはもう外前一本で行くと思いますから、はい、もうあとここあまり前へ向いてこないと思うので、ちょっと苦しいと思いますね、桐生選手は、はい。それよりやっぱりね、4番の幸太郎君、はい、もうこれはね、
今まだ乗れてきてますから、これ一歩この高太郎選手もね一歩持ってそこまでスタートいけないですけども、ここの5コースのコースのスタート校舎を見計らっていければ、はい、十分これ4角からねいい差し来ると思います、はい、だったら2着まで十分可能性あると思いますね。それから5番の原田幸也選手、はい、まあ、スタート行くしこの節はね伸び足もいいので、これなかなかこう面白い存在になると思いますよ、はい、4がまあ行かないけど自力でも十分いけると思います。うん、自在に、はい、6の平本選手、はい、全県民ね展示台もトップでした、はい、それもダントツで、はい、だけどここはもうスタート校舎揃ってエンジン的にもまずまずなので、なかなかちょっと苦しいと思いますね。4と5でちょっとどこも行くとこもなくなってくるような可能性があると思いますよ。はい、はい、ということで挙げていただいていますが、土屋さんはこの12レースどのように見ますか？はい、そうですね、まあ、井口選手やはり地元のインでここスタート、まあ、もちろん踏み込んでくると思いますし、でやはりここ2号艇から6号艇の各選手も、まあ、それぞれちょっとなんかイメージができるレースなんで、ちょっと面白いレースになりそうな気がしますね。はい、では改めて朝霞さんのフォーカス見ていきましょう。最終12レースのツッキードリーム戦、地元の期待ということで1号艇の井口選手からの 1-2-3、1-2-4、1-4-2、1-4-5、あとは2号艇の宇龍選手差し切りの目も上がっています。 2-1-4、2-1-5 ということでご覧の6点挙げていただきました。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけでポイントはさまざまな景品に交換することができます。ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。それでは続いて全国のボートレース界の話題、そして三重支部選手の活躍について伺っていきたいと思いますが、土屋さんお願いします。はい、今年度ですねからですね新たなちょっと罰則規定が変わったので、はい、ちょっとそちらの話題に触れたいと思うんですが、はい、まあ、スタート事故の罰則強化ですね、まあ、2023年今年の4月からですね SGG1G2 の優勝戦または準優勝戦で選手責任のスタート事故を起こした選手に対しては罰則が見直されることになっています、はい、まあ、これまでですね SG の優勝戦でフライング事故を起こしたレーサーは、まあ、その後 SG に12ヶ月、まあ、ほぼ1年ですね、まあ、出場できなかったんですが、新しいルールではですね実はその倍の24ヶ月になり、はい、準優がこれまでの6ヶ月から12ヶ月になります。はい、まあ、今まではですね条件をクリアしていればグランプリもですね出場権あったんですが、これも今後は、なくなるということで、フライング休み期間が、グランプリに被るときは、グランプリに出れないというふうに変わります。でこれが同様に、はい、G1G2 の優勝戦でも、優勝戦のフライングが12ヶ月、準優が6ヶ月ということで、まあ、2倍に、罰則強化されてますんで、まあ、トップレーサーの選手の、まあ、スタート事故の代償はちょっとかなり大きくなるのかなと思います。そうですね、朝霞さん少しこう罰則規定でこう厳しくなっていくということですけど、選手の心理としては、まあ、私自身その選手として長年やってきたので、はい、そういうことが決まるとやっぱり選手としたらかなりねこれはもう精神的にプレッシャーの度合いはね、まあ他の人には計り知れないと思いますよ。もうこれ本人その選手個々のその性格にもよりますけども、だけどどんな開き直りの性格を持っている選手でもやっぱりそれはねかなりのプレッシャーになると思いますから、ここはちょっと私の選手元選手としての立場から言うと、はい、厳しすぎるんじゃないかなというところはちょっとありますよね、はい、まあ、今の現役の選手がやっぱりそれをね乗り越えてやってってもらうしか手はないと思いますね。はい、そしてねこうちょっとこうセンシティブになっていく中でもこう頑張っている選手の活躍っていうのはねより一層皆さんにも応援していただきたいなというふうには思うんですけれども、その他、このレース界の話題としてはいかがでしょうか。そうですね、女子レーサーのですねプレミア G1 が、来年度から、はい、新しく新設されるという話題なんですが、2024年度からスピードクイーンメモリアル競争というのが、新しく、開催されることになりました、はい、この選出方法がですね各レース場の、ゴールタイムの最も速かった選手がスピード校舎代表で24名、はい、さらに各レース場から、施工者推薦で、24名でさらに開催場の希望する選手4名ということで計52名で、新しい大会がですね、25年の
2月の、実施を、予定しています。なるほど、こう女子盛り上がってますからね。そうですね、まあ、新たな試みでね、今まで聞いたことないような選手方法ですけども、まあ、どうなりますかね、ちょっと楽しみはありますね。はい、今ね、女子レーサーかなり活躍は見せてくれていますから ね、はい、期待です。その他では三重支部選手の活躍について伺っていきたいと思います。そうですね、あの今期も、残り1ヶ月を切りましたんで、まあ、級別審査の、まあ、勝負かけ、はい、残り1ヶ月になりますので、ちょっと A1 級の方の、お話しさせていただきますけど、まあ、4月6日時点で現在 A1 級のボーダーが 6.15 ということで、これをクリアしているのが、まあ、井口義則選手だったり高田光選手といったところの11名現在超えてまして、で勝率 6.1 以上が、岡雄心選手、塩崎選手ら5名いますので、はい、残り1ヶ月、ぜひ、今期の、三重支部のA1 級が11名でしたので、まあ、それ以上の数になるように、楽しみに、期待したいなと思います。そうですね、はい、ということで、ここまでボートレース界の話題、また三重支部選手の活躍についてもお話伺ってまいりました。さてここからは次節について伺っていきたいと思います。次節は4月18日から中日スポーツツボート大賞が開幕となるんですが、土屋さん、どんな大会になっていきますか？はい、男女混合の、7日間で争われるロングシリーズなんですが、まあ、なんといっても池田浩二選手が、主役のシリーズとなりそうです。はい、まあ、池田選手ですね、2022年はですね、勝率 8.26 で、まあ、最高勝率選手に、輝いていますが、はい、まあ、今年もですね、クラシックの輸出に、G1 4輸出とですね、まあ、各地のグレードレースで輸出ラッシュの活躍ですんで、はい、まあ、今年ももちろん勝率の方も、8点台の勝率残されていますので、はい、まあ、今シリーズもですね、まあ、高いパフォーマンスでファンの期待に応えてくださるのではないでしょうか。うん、浅賀さん、もちろんあの明日からのこのね、周年記念も豪華なんですけれども、その次も楽しみですね。そうですね、まあ、池田浩二選手だったらこの周年にね、出場してもらってもね、はい、よかったんですけど、まあ、一応ね、配分の都合というところもありますから、その次の、あのボート大賞で、はい、まあ、これはちょっと一人だけね、突出したような感じの選手ですよね。はい、はい、そうですね、その主役を握っていきそうなんですが、その他の選手はいかがなんでしょうか？そうですね、あの桐本康富選手が、はい、やはりここ地元で、意地を見せてくれるんじゃないかなと思います。はい、まあ、桐本選手今年、3場所連続優勝もありますので、まあ、調子も良さそうで、まあ、池田選手の独走に待ったをかける存在になるのではないかなと思います。はい、浅香さん、桐本選手かなり最近の活躍は目覚ましいですからね。今年はね、もうしっかり走ってますから、いや、工事も受かったしておれないんじゃないかなと思いますよ。やっぱり地元ですから、はい、やっぱりキリアンの方のが、走り慣れてるっていうところがありますから、だけどなかなか池田浩二の牙城は厳しいですけど、はい、まあ、そこをね、桐本選手にね、崩してもらえると、こちらも楽しみがありますよね。はい、そうですね、男女混合ということですけれども、女子メンバーはいかがでしょうか？そうですね、この、女子メンバーの中にも、中島真希選手、鎌倉涼選手、はい、木井司選手とですね、 A1 級、3名の名前がありますので、はい、まあ、中でも中島選手は都の水面で2回の優勝実績がありますが、今年は何といっても、G2 のレディースオールスターを含めて4優勝と、もうかなりリズム良さそうですので、はい、今シリーズも楽しみかなと思います。そうですね、この長嶋選手も活躍目覚ましいですから ね、もう早々と4優勝でしょ、はい、もう来年のクラシックも目の前ですよね。もう本当にこうまだ4月ですからね。そうですよね。まあ、だけどね、まあ、マギちゃんはよう知ってるんですけど、はい、まあ、性格いいし、まあ、明るいし、がここはね、やっぱり、はい、あの池田選手にね、はい、向かっていってほしいと思いますね。そうですね、はい、はい、非常に豪華なメンバーで争われていきます。4月18日から7日間開催の中日スポーツツボート大賞もぜひお楽しみください。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけで、ポイントはさまざまな景品に交換することができます。ポイントクラブ、ぜひご入会ください。さあ、今節井口選手の他にも地元選手が多く出走となりますが、浅香さん、いかがでしょう？そうですね、まあ、特段ね、目についたのはヒカルちゃん、はい、やっぱりね、前回から伸び足良かったですね。はい、期待したいと思いますよ。はい、はい、それからね、ケンシロウもね、なかなか行き足良さそうだから、はい、ここも大丈夫だと思います。
それから東本選手、それから足立勇樹選手、はい、まあ、この両面もね、エンジン的には引け取らないような感じがありましたので、十分今節もね、気合十分でやれると思いますね。ですね、はい、松井浩也選手はセッティングが、はい、もう松井選手はね、はい、エンジン、ボート、セッティングはもうピカイチ、はい、はい、期待大です。はい、土屋さんはいかがでしょう。そうですね、豊田選手、前回大会優勝は同期の関選手ですんで、今大会頑張ってほしいですね。はい、そうですね、明日からの戦い、どうぞご注目ください。今日は土屋さん、そして浅香さんにお話伺いました。お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。